夏の甲子園で優勝し、白河の関越えを果たした仙台育英高校の野球部が、福島県の白河市を訪れ、野球を指導するなどして小学生と交流しました。交流会には、白河市のスポーツ少年団に所属する小学生およそ100人が参加しました。仙台育英の選手たちは、小学生にキャッチングやスローイングについてアドバイスしたほか、お手本としてバッティングを披露しました。これでヒットとかホームランとか打てたら嬉しいなと思いました。野球楽しいから野球続けているっていうような、その根本的にあるその理由っていうのをしっかり忘れないで頑張ってほしいと言いました。練習の後は小学生からのお礼のメッセージが選手たちに手渡されました。